出ます。ディミトリーさん、なんかまだ文句があるんですか？今日はどんな文句があるんですか？はい、あの、すべてとは言わないんですけど、あの、日本のドラマとか映画ですね、なんかもうスターってことになっちゃってる人たちが主役をもらって、で、ちゃんとしたオーディションしてないような作品があるんですね。それが僕、嫌なんです。<laughs> え、そうなの？日本の映画って何？ちゃんとオーディションして、この役はこの人がスターしっていうんじゃなくて、はい、そうなんです。まあ、どことも、どことは言わないんですけど、まあ。 いろんな大手系の事務所のなんかスターってことになっちゃってる人がですねなんかいい役もらってしかもなんか都合のいい役っていうかですねその人がかっこよく見えるようなそういう役をででなおもてなし映画かよとそんなことが日本の映画多すぎる気がするんですね <laughs> ちょっと待っておもてなし映画そんなのがあるのそうなんですよだからそのスターってことになっちゃってる人にですねあのなんか その人がかっっこよよく見えるようななストーリーリになってて映画として芸術を追求するというよりはなんかその人のおもてなし映画になっててどの映画見ても同じ演技みたいなそんなことになっちゃってるんじゃないかなと僕は思うんです <laughs> はど、あはあ、そうなの日本映画って、ね、ハリウッドとかだとやっぱりあのちゃんとオーディションやりますしどんな大スターでもその役その役で演技をちゃんとやるんですけど日本はおもてなし映画「金太郎飴だからみんなが不幸になるんですね。 <laughs> それみんななが不幸になるってのはどういうことなのいや映画作って大変じゃないですかその監督もいて、ねね、カメラもの人もいて編集も大変だしだけどそれおもてなし映画ばっかり作ってるとそのスターってことになってる人のファンは来るんでしょうけどあの他の人見ないからあの「ロッテントマト」そういう日本の映画はそもそも無視してますけどもし「ロッテントマト」だと10%しか閉じないようなそんな映画がですねいい映画だってことになっちゃってるんですね。これが日本映画ののの不幸だと思ううんです <laughs> そなのかあの なんかでもディミトリーさんなんでそんな意見を自信なさげに言うのいや僕こんなこと言ってもどうせなんか日本の社会の中では少数派のままだろうかなだからディミトリーは少数派として生きていきます <laughs> ああまあそういう変わった意見もあるんだねディミトリーさんみたいなねありがとうございましたディミトリーさんということでディミトリーさんなんか自分は少数派だと思ってるみたいですけど皆さんはディミトリオさんの <laughs> ボソボソした訴え <laughs> どのようにお感じられましたか